今日午後2時前、事件があった障害者施設津久井やまゆり園に菅官房長官が献花に訪れました。その後施設内を視察。事件現場への官房長官の訪問は異例のことです。真相の究明と再発防止、二度たびこうした事案が発生しないように今全力で取り組んでいるところであります。